いやー、世の中みんな頑張ってるけど、なんか私だけはやっぱり頑張ってないんだよなーっていうふうに思ってる人ね、もう世の中にたくさんいるのよ。まあこれも私も含めてなんですけど、本当にたくさんいるわけですよ。で、まあ今回はね、そんな人に向けて動画を作ることに決めました。はい。まあ私のチャンネルっていうのはね、本当に精神疾患をね、抱えていたりとか、病気の診断は出てないんだけど、すごく今自分をこう追い詰めてしまっている。そういう方がね、すごく見てくれているので、もうこのね、自分は甘えてるだけなんじゃないかっていう感覚はね、まあ、多分ね、全員が思ってると言っても過言ではないと思います。はい。もちろん、さっきも言ったように私もね、うつ病経験者ですし、同じような思考になったこと何度もあります。何度もあるし、今でも時々なります。はい。でも、そんな私がですね、そういうふうに思っても大丈夫だよという話をね、していきますね。まず一番最初に言いたいのはね、その自分は甘えてるんだっていうふうに思ってしまうこと自体は別に何もおかしなことじゃないっていうことはまず知っておいてほしいなと思います。まあ、やっぱさ、その SNS とかがね、今も当たり前の世界になってるから、ついこうちょっとやみながらさ、 Twitter とか開いたりとか Instagram とか、まあ、YouTube もそうかもしれないけど、開いたらさ、自分と同世代の人だったり、もしくはちょっと自分よりも年齢的に下なのにすごい頑張ってる人ってめっちゃいるじゃないですか。なのに自分と来たらみたいな。いくらなんか辛いことがあったとはいえさ、うじ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 して何もできない。ね、ベッドにゴロゴロして、YouTube を開いて無駄な時間を過ごしてるなと思ったことない？あるよね。もう私もね、思ったよ。私も思ったよ。てか、もう今も思ってますよ、そういうふうにね。まあ、だから何もね、それ自体は別に異常なことではないっていうふうには思います。はい。で、なんでじゃあその精神的にね、落ちている人が自分のこと甘えだと思ってしまうのかっていうことに関しては、まあ、やっぱりその自分のこう、まあ、症状ですよね。まあ、その症状って言い方をするとさ、なんか病気の人限定にされてしまうような感じがするけれども、まあ、そうじゃなくて本当に病んでるっていうような状態の人、まだ診断上っていうか、病院には行ってないから一応健康な人っていう括りにはなってるけど、でも十分病的だよねっていう人も含めてね、病んでるっていうことを言うと、まあ、やっぱりその精神的な落ち込みとか闇、要するに心の疲れみたいなっていうのは、それが甘えだって感じてしまう理由はね、一番大きいのはやっぱ社会的な誤解と偏見っていうのはすごい大きいと思います。はい。で、その社会的な、まあ、偏見や誤解や偏見っていうのは、まあ、一番わかりやすい例で言うとさ、うつ病は甘えとか、あとその落ち込んでいるのは気合が足りないからだとかね、自分に気合を入れればそんな病んでいたとしても何でも乗り越えられるみたいなさ、そのいわゆる昔ながらの根性論みたいなっていうのはさ、まあ、今でも結構日本にはびこってるじゃないですか。ね。だいぶ少なくなってきたとはいえね。まあ、だからその社会によって、まずその自分がそういうふうに思い込まされているとか、周りがそういうふうに思い込まされているっていう状態があるわけですよ。で、そんな中で、まあ、私たち自身も、もちろんこれは私を含めてですけど、自己認識が不足しているとあるよね。自分のことをちゃんとよく分かっていないし、あと、やっぱ心のどっかで、ね、他人のうつ病とか他人の心の闇に関しては、ある程度許容できるんですよ。まあそういうこともあるよねとか、しょうがないよねとか、いやいや頑張ってるよとか、人には偉そうに言えるのに、まあ私もそうですよ。私もそう、人には偉そうに言えるんだけど、つい自分のことになると、いやでも言うて自分は違うんだよなみたいな。まあ多少そのしょうがない部分もあるかもしれん、あるかもしれんけど、結構大半の部分において甘えてるだけなんじゃないかと思っちゃうのよ。そう思っちゃう。そういうもんだと思います、多分ね。うん。それはやっぱ自分の状態を正しく理解できていないっていうことはあると思うんですよね。でもさ、いきなりこういう話をされてもさ、自己認識が不足しているとか、自分の状態を正しく理解できていないとかって、いやそんなことないよとか、いやでも実際そう言われてもよくわかりませんという人もいると思うので、私の体験談もね、交えて具体的にお話をすると、まあ、今こうやってね、みんな私の YouTube を見てくれているわけなので、当然私は一応、まあ、くくりとした YouTube やってる人、まあ、YouTuber ということになると思うんですけど、まあ、他のね、YouTuber さんもそうだと思うんですけどね、コメントっていうのは大体読むんですよ。基本的には。読みます。やっぱ気になるから、自分の動画がどういうふうに評価されているのかとか、どういうことを言われてるのかとかってね、ちょっとビクビクしながらコメント欄を見るわけですけど、まあ、やっぱね、そういうの見てるとね、明らかによ、明らかにあなたの状態はきついですよとか、あなたの今の生活の状態って相当しんどいよって思うようなことってめちゃめちゃあるんですよ。そのコメント欄見てるとよ。でも、それを書き込んでいる人自体っていうのは、まあ、こういう状況ではあるけど、世の中にはもっと辛い人いっぱいいるし、とか、この程度で落ち込む私ってやっぱり弱いんだなと思います、みたいな書き方をするわけ。
で、それ見てさ、正直よ、もうアホかと思います。本当にちょっと怒りたくなるぐらい、いや相当きついよそれって言う状況の人本当に多いです。いやマジでマジで多い。だからそれは私がその人じゃないから、客観的に状況を見れるわけじゃないですか。まあ、もちろんその文字だけだし、それが本当に正しい情報かっていうのはまあ分からないけど、まあでも視聴者さんのはね、いちいち嘘はつかないだろうと思って見ているので、まあ全部その話が本当だと思って聞いてます。はい。でその話が全部本当で、自分がもしその状況に置かれたら、いやもっとやむなとか、もっとやむなとか、なんか多分ベッドから起きれなくなるなって思うわけですよ、思うわけ。でもそれを書き込んでる人たちっていうのは本当にね、自己認識がまあ甘いのか、まあ、あえてそのちょっとまあかっこつけるというか、強がってそういう風に書いてるのかってそこまではわからないですけど、いやでもマジでもう 100% と言っても過言じゃないですけどの人が、いやいやそれ甘えっていうのはちょっとおかしくないみたいな、いくらなんでもそれはきついよっていう状況の人がもう大半です。はい。で逆の立場になることもよくあってですね、もう私がその、まあ、みんなに対してね、状況報告も含めて、例えばその2023年の11月にはね、ワンちゃんのヘルニアの手術がありましたとか、でそのワンちゃんが良くなったと思ったら今度は母親が脳梗塞で入院しましたとかっていう動画がね、立て続けに上がったと思うんですけど、まあ、もちろんね結構辛かったです。うん、だいぶやばいなと思いましたけど、まあでもね、ワンちゃんの方はね、やっぱ手術するぐらいだったんで、まあまあ重症だったんですよ。まあでも重症とはいえ、なんていうのかな、そんなにすぐ歩けるかどうかはちょっとわからないですよって言われてたけど、まあやっぱりその頑張ってくれたのか、結構すぐ歩けるようになったんですよね。で、回復も早いですねって言われたわけですよ。でも中にはね、やっぱ手術したものの歩けるようにならないとか、まあ思ったほど回復はしなかったっていう、ワンちゃんの例も紹介されたので、まあ覚悟をある程度してたんですけど、まあそういう意味ではやっぱラッキーだと思うんですよね。ラッキーだと思います。で、母親に関しても、まあ脳梗塞で入院っていうとさ、なんかすごい重い感じするけど、まあ、実際はね、分かりやすく脳梗塞で入院って言ってるだけで、専門的な言葉が出てくるので分からないかもしれないけど、正確にはね、その楽な梗塞って言って、脳梗塞ってこう、脳の半分とか、なんか結構な範囲がこう、拘束しちゃうものだけど、楽な梗塞ってこう、ポツ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 ってすごいスポット的にね、起こるもので、まあほとんどの場合無症状らしいんですよね。まあただ今回は左足だったかな、左足のこう命令系統の部分がそのスポットでちょっとやられちゃったんで、まあちょっと歩き方おかしくなったよねとか、まあでもね、やっぱ正直その認知もやられちゃってて、要介護認定1は出てるんですけど、まあそれでもさ、例えばその全く喋れなくなりましたとか、まあうちの祖父がそうだったんですけど、全く喋れなくなりましたとか、その寝たきりになってしまいましたとか、全てにおいて介護が必要ですとか、まあそこまでは言ってないわけですよ。自分のことは自分でできるわけですよ。まあ料理は全部私がやってるんですけど、危ないからね、手切っちゃうから。でもその排泄とかお風呂に関しては全部自分でできるので、まあコミュニケーションも取れるしね、ちょっとボケてるとこありますけど、コミュニケーションは取れるので、まあ問題ないっちゃ問題ないわけですよね。まあだからそういうことを総合的に自分なりに客観的に考えて、まあそこまで他の方に比べると大したことないですよねっていうふうに動画にはしたんですけど、まあでもコメント欄ではやっぱりね、いやそれはきついですよとか、大丈夫ですか、本当に大丈夫みたいな、結構ね心配されたんですよね。いやなんか個人的にはなんかそんなに大したことなくてよかったですねみたいな感じのコメントが並ぶもんだと思ってたんですけど、全く逆で結構私戸惑ったんですよ。やべ、ちょっと心配させちゃったかなみたいな、そこまでないんだけどなって思ったんですよね。でも多分それも私が自己認識っていうのが不足しているんだろうなと思ったんですよ。まあ改めて振り返ってみるとね、まあそういった感じで、その自分が YouTube をやっていて、みんなのコメントを読んで、みんなの自己認識が不足してるなって思うこともあれば、私が自分の生活の状況とかを報告した時に、いやいや星さんそれ結構きついよとか、ちゃんとカウンセラーに相談してねとか、こういう介護サービスもあるし、介護でこう身を滅ぼさないようにねみたいな優しいコメントをいっぱいいただくわけですね。それで自分の自己認識が甘かったんだなって思うこといっぱいありました。まあそうやってこう他の人よりも多くの自己認識の甘さとか、他人の自己認識の甘さ、自分の自己認識の甘さっていうのを経験しているので、その本来その人は弱いわけじゃなくて、まあ、病気の症状によってそういうふうになっていたりとか、まあ、病気までは言ってないんだけど、その落ち込んでたら弱るの当然だよねっていう、その風邪ひいたらさ、風邪ひいてる時にプールで泳げないようにね、きついじゃん、シンプルにきついし風邪こじらせるじゃないですか。まあそれと同じようにこう精神的に落ちている時っていうのは、まあみんなそうなんだよっていうことなんだろうなって改めて思いました。はい。であとやっぱり自分をね、そういう時に自分を責めちゃうっていうのはあると思うんですよ。
まあ、私もさっき言ったようにその介護とか、まあ、愛犬のことについてもそうですけど、その渦中にいる時っていうのはね、そのイライラするわけですよ。やっぱりうまくいかないこともあるし、当然その母親との衝突っていうのは正直増えてますよ。やっぱ認知がちょっとね悪化しているので、まあ、コミュニケーションの層があったりとか、まあ、相手がイライラしやすかったりとか、まあ、私もイライラしやすくなっている部分も正直あります、はい。でそういった中で、まあ、いわゆるその介護生活に入るというのは精神的にこう追い詰められることはね、まあ、ある程度しょうがないと思うんですよ。でもこんなことでイライラしてる自分はダメだなとか、なんか料理も本当はめんどくさいんですよ。めちゃめちゃめんどくさいんだけど、いやでも母親はこれを何十年もやってきたわけだし、こんなんでめんどくさいとか思ってたらダメだなとか思う時もあるわけですよ、うん。まあ、でも別に思うのは自由だからね、思うのは自由だし、それでなんか一時的にこう逃げちゃったとしても、まあ、正直問題ないわけですよ。そこまで、まあ、仮によ、まあ、やんないけど仮に全てを投げ出してさ、私がね全てを投げ出して急に家から出て行って、もう全ての連絡を絶ってね、家族との連絡を絶って捨てたとしても、まあ、多分なんとかなると思います。実際のところはなんとかなると思うけど、でもそれはやってないわけですよ現状ね。やってないし多分今後もやらないと思います。まあ約束はできないけど約束はできんけど、まあ、今後も、やらないとは思います、はい。なのでまあ長い目で見ればね、もちろん完璧ではないし、あの不足していることはたくさんあるでしょうけど、まあやってるわけですよ。介護やってるよねとか料理作ってるよねっていう状況なわけですよ。だからその自分を責める必要はないって私は自分に言い聞かせてます。なのでみんなも多分そうなのよ。そう、何か今辛い状況にあって、例えば会社を辞めたい、会社に行きたくない、学校を辞めたい、学校行きたくない、家族との生活で何か問題があるとか、自分の、あの病気に対して思ったようにうまくいかない、できないっていう状況の時に、他の人はうまくやってるのに、あの自分は本当にダメだなって思うことあると思います。でもはっきり言いますけど、これはっきり言います、私自身に自戒を込めて言うっていう意味もありますけど、はっきり言って他人と比べる意味は1ミリもないですね。無意味です。本当に意味がないし、いや無意味はじゃないね、無意味ではない、無意味ではなくてむしろ有害ですね。無意味の方がマシです。本当にあのマイナスでしかないっていう感じなんですよ。まあ、例えばあの私はそのうつ病の体験談っていうのをね、基本的にはこう発信してるわけですね、このチャンネルでは。まあ、こういうことやってきたよとか、私はこういうことは良かったよとか、私はこういうことはあんまり良くなかったかなみたいなことをさ、まあいろいろ話してるわけですけど、まあそんな中でね、意外とこう悲しい話なんですけど、当事者の方からお前はうつ病じゃないとかね、あのお前は大したことないみたいなアンチコメントというか攻撃的なコメントみたいなのは意外と当事者から来ることが多いんですね。それってやっぱり私を見て自分と比較してしまっているからイライラしてると思うんですよね。自分の方が辛い状況にあるとか、自分の方があのもっと大変な思いしてるとかいうことだと思うんですよ。でその実際はどうか分かんないよね。実際はどっちが辛い思いをしてるかっていうのは分からないし、まあ、私もこうそれなりにさらけ出してはいるつもりですけど、でももちろん全部は出せないわけですよ、うん。あの全ての、別にその24時間さカメラで生配信してるわけじゃないので、全てをね放送できているわけではないじゃないですか。だから私は一応私なりには自分の素の部分とか、自分の暗いダメなマイナスな部分というのも全て出すようにはしてるけど、まあ格好はつけるよ、多少は格好はつけます。だって見られてるんだから、一応チャンネル登録者数もね10万人近くいるわけだから、その人たちに見てほしいし評価してほしいっていう承認欲求があるので、まあ、例えばその撮影する前にこの辺片付けたからね、一応ちょっとここ映っちゃってるけどさ、この辺ちょっと映っちゃってるけど、こっちに今もう大量のものがあるわけ、あの映っちゃいけないものとかを全部こっちにやったりとかするわけよ。そのままは放送しないからね。だから見えてる星が、まあ、全ての星ではないわけですよ。当然私もいくら出そうと思ってもね。でまたこう私もその攻撃的なコメントに対して勝手にね、その自分の症状の方が重いと感じている人が私に攻撃しているんでしょうねとかって言いましたけど、でもそうじゃないかもしれないじゃん。実は全然病気も何も持ってなくて順風満帆な生活はしてるんだけど、たまたま YouTube 開いたらなんか腹立つ顔のやつがいるなと思って適当に書き込んでるだけかもしれないしね、まあ、何もわからないわけ、うん。他人というものはね結局何一つわからないわけですよ。そうだから比べるってことはやっぱ無意味なんですよね。無意味というか有害なんですよ。あのよくねその比較意味ないよっていう話をするときに私が例に出すのは、人間同士で比較して落ち込むことが多いからついその忘れがちなんですけど、例えば今ちょっと手元にある出すものが謎だと思うんですけど、今手元にこういうキレイキレイっていうこの除菌のね、はい、除菌のものがあります。そのコロナ時代から使ってたやつ、ここにありますと。でもう一個これまだ使ってないんですけど、なんか天気痛に効くって
ていうその飲み薬みたいなのがあったので、ちょっと買ってみて試してみようかなと思って買ってみたやつがここにありますと。で、この2つの重さを比べようと思った時にどうするかっていうとさ、まあ測りに乗せるでしょ、体重計かなんかわからんけど、なんかの測りに乗せるわけじゃん、こうやって2つ並べてね、乗せるわけでしょ。それで何グラムって出た数字を見て、あ、こっちの方が重いねって、まあ、多分こっちの方が重いんですけど、こっちの方が重いねって結果が出るわけじゃないですか。で、これが比較なんですよ、本来の正しい比較だと思うんですよね。でもさ、ついさ、人間同士の比較ってなった時にさ、数字で比較できないものをさ比較しちゃわない？例えば私のうつ病の経験とあなたのうつ病の経験とかで、どっちが辛いのかとかね、そんなのって数値化できないじゃないですか。そう、だからそもそもね、比べられないんですよ、わからないから、まあ、だからこの薬を製造するときと、このキレイキレイを製造するときの製造工程、まあ要するに私の手元に届くまでの間に起きている二酸化炭素排出量を比較してみましょうとか言ったってさ、まあ多分相当厳密に調べればわかるけど、まあ基本的にはわかんないわけじゃん。だからどっちが環境にいいかとかわかんないわけじゃん。だからそういうことを言ってるようなもんでさ、まあ、現状の私たちの科学レベルだったりとかね、持っている情報とか機器じゃ比較できないことをやろうとしてるわけ、人間同士の比較っていうのは。だからそもそも比較できないんですよっていうことですね。はい。だからそういうふうに考えると、比較することって意味ないのかなって思えるような気がします。まあというわけで今回はですね、他の人は頑張ってるけど私は甘えてるだけかもしれないなって思っている人に対してね、まあ少しでも何か励みになるような話ができるといいなと思って、動画を撮影しました。まあ私もこういうふうに思うことたくさんあるので、同じ悩みを抱える方にですね、少しでもこう安心材料になってもらえるといいなと思います。というわけでまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。